ですよね。早めにやってきたかったでしょうね。確かに気持ち的には、ね、確かに。はい、お待たせしました。それでは森谷選手からの抽選です。何を確認してますか。穴ですかね。どこに穴があるかを確認してますかね。そうですね、はい、何青ね、さあ今度です。これ何をじーっと見てるんでしょう。高田選手とか、あ、3が出たっぽいですね。赤ですね。はい、浜田選手さんはいい色ですね。あ、いい色ですよね。次、三浦恵理選手。あ、なんか6っぽい、ね、あ、6だ。すごいがっかりした顔でした。椅子に座るのさえ。そうですね。さあ、三浦選手は逆に3回回して2ですかね。まだ1残ってますよね。残ってますね。高田選手1。あ、ここで1引いてきましたね。ここで1引いてきました。そして大滝選手がこれ残ってるのは5。残ってるのは必然的に5になりますよね。出ない。1個って出ないんですよね。あ、そっかそっか。そう、最後の1個って出ないんで、はい、出づらいあれって感じですね。当てました。出てきましたね。はい、大滝選手が5と、はい、大滝安田選手5号艇。はい、高田選手が A 組1号艇、平山選手が2号艇、浜田選手が3号艇、森谷選手4号艇、大滝選手が5号艇。あ、今画面でしっかり確認できますね。はい、では B 組お待たせいたしました。何かを見ないようにしている方たちですが、何か見ちゃうとダメなんですか。3赤ですね。まあ、ね、遠藤さんなら赤もねイメージありますよね。はい、どこからでも戦える方かな。うん、そうですね。はい、で田口選手小回し3回して出ない。出た。ん、 6かな。6ですよね。渋い顔しましたね。これで、まあ、あと残りの、ね、皆さんは、はい、少なくとも緑だけはないということですからね。そうですね。ちょっと気楽ですよね。気楽。これは2だ。2ですか。またですね。またですね。もう一度2ですね。さあ、ここまで来てまだ1が出てないと。なんとなく引きそうな気がしないでもないですけどね。引き寄せのマドンナが引きそうな感じがしますね。あ、5でしたね。さあ、残ってますよ、寺田知恵選手。高くなりましたね。はい、あと残ってるのは4と1ですね。ですね。うん、選手が引くか。寺田選手が祈ってます。寺田選手が後ろで祈ってます。すごい回してます。笑いが起きるほど回してます。1引きましたね。2の1を頂点は川野さん。拍手が起きるという点に終わりましたね、これはね。はい、そして寺田選手の青ですかね。そして最後に1個が出るか。この抽選の雰囲気って、はい、あそこにいないとわからない楽しさとか面白さとか緊張感ってあるんですよね。ありますよね、やはりね。うん、見てる方もね、なかなか、はい、
B 組、はい、ご覧のように決まりました。はい、はい、1号艇が川野芽衣選手、2号艇が渡辺由美選手、3号艇遠藤恵美選手、4号艇寺田千恵選手、5号艇長嶋真希選手、6号艇田口節子選手という組み合わせになった B 組です。